とともに日本の皆様の週末のご褒美を盛り上げていくべくこの上ないメッセンジャーもお呼びしておりますまずはその新メッセンジャーが登場する新 CM をご覧くださいどうぞ来ましたね待ちに待った週末週末ってご褒美ですよね ここは新しくなったプレモルでご褒美プレモルいかがでしょう週末をもっとご褒美すれば人生はもっと豊かになるいいこと言っちゃったな言っちゃいましょうよご褒美プレモル週末のご褒美ザプレミアムモルツさあ皆様いかがでしたでしょうかただいまご覧いただきました新 CM はい 新・週末のご褒美編シリーズは明日2月21日から順次放映開始となります。さあ、大変お待たせいたしました。この度新しくなりましたザ・プレミアム・モルツと共に日本にもっと週末のご褒美を提案していくために先ほどの新 CM でも登場したメッセンジャーをお呼びいたします。どうぞ盛大な拍手でお迎えください。 ザプレミアムモルツ新メッセンジャーの大泉洋さんです。どうぞ。レレようこそお越しくださいました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では、まずは皆様へ一言ご挨拶お願いできますか。はい。この度。ザ。 プレミアムモルツのメッセンジャーに就任いたしました大泉洋でございますどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますもうすでに感情が溢れ出ると言いますかはい。感極まってる感じでいらっしゃいますか、はい、漏れ出ておりますあ漏れ出てるんですね、はい、ありがとうございます <laughs> あの先ほど新 CM も拝見させていただきました、はい、あのアニメーションもとってもおしゃれですし、はい まあなんといってもあのラストのシーンの大泉さんのこのおーという、ねはい、あの表情ですよね、とてもおいしそうで印象的でした、はい、大泉さん、ご自身は CM に出演されてみていかかがでしたか、あのーまあ、このプレモルの CM に出れるということで、まあ、大変私もあの喜んでいたんですけどもその出来上がった CM を見ますとほぼアニメだったということで。<laughs> まあ私の実写はもう最後にあのワンカット出ただけなんですけども、うんうん、いや別に私は文句言ってるわけじゃないんですけども、はい、ああでもアニメなんだなということでもあのアニメがとても可愛らしく洗練された印象が洗練されてますね曲もなんかこう爽やかでビールを飲みたくなる、ええ、なんてもね、はい、できればあの歌も本当は私が歌いたかったんですけどもあ、ね、お歌もお歌いしてらっしゃいますもんね、ええ、もう今やもももう何でも歌わせろっってて一緒になってますけども <laughs> あの最初、ですねあのプレモルの,のアニメーションが出ましてこういう感じのアニメーションになりますってそのアニメーションがですねまあそうですすねねそうちょっと CM 側がこう私のリアルを追求しすぎたのがもう少し老けてたんですよ。なるほどちょっと印象がもうちょっとねこうリアルにね私の目のクマとかずいぶん再現してたもんですからそこまで私のクマとかあのほうれい線を再現しないでほしいって話をしてなるほどかなり若々しく仕上がってますちょっと変えてみたです、印象をね。 そのあたりもでは注目いただきたいところです。そうですね。あの若々しいアニメーションになったなと思あのそこはあの私もごねて良かったなと思って。いでもあの最後のシーンのやっぱりあの表情が素敵でした本当。あれは相当家で練習しました。あ本当ですか。はい。そしてもうやる前に家であの気持ちを作ってはいお嬢さんにプレモルをついていただいて。あ今からやるからちょっと見てなさいと。はい。おーみたいな。 若干遅くさいんじゃないかとかいろいろ言われながら、ダメ出しとかありますか？ありました。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 いろんなパターン練習してみたんですけど、えー、クーとかもやってみたんですけど、<laughs> あのどうでした反響は？あんまりオッケー出なかったですもんするからね。なかなかあの厳しめな監督でいらっしゃるお嬢さんも。そう、はいはい、練習して頑張りました。<laughs> なるほど。でもその成果がやはり、はい、素晴らしいシーになっまてましたよね。はい。 でそして今回新たにメッセンジャーとして就任されたわけですがこのお気持ちはどうですかそうですねあのやっぱり本当にプレモルは昔から好きでしたからあ、はい、まあそれを改めて宣伝させてもらえるというのは嬉しいですね、うん、美味しいものを私は人に伝えるのはとにかかく好きななんんですなんかあの美味しいお店とか美味しいものとかを皆さんに広めたいというそう,そうなんです、うん、そこはもう,たもう若干暴力的に私広めるタイプですから。<laughs> かなり積極的くどいと言われるほどとこどいいものは進めたい人間なんで、はい、プレモルを皆さんにこう自信を持って進めれるメッセンジャーとなったというのはもう嬉しいです、はい、あ、もう適任ということですね適任です私しかいません <laughs>、はい、そうですねおっしゃる通りとだと思います一生やります <laughs> ぜひお願いいたしますあの CM の中でも本当においしそうにねザ・プレミアムモルツを飲まれていらっしゃいましたけれども今回 中身が進化ししてておりま特徴であります華やかな香りと、まあ、深いコクがより鮮やかに感じられるというふうに伺っているんですがどうでしょう大泉さん実際飲まれた時ずっとこう少しずつ少しずつ改良を重ねてらっしゃるんですってね、はい、いやその中でも確かに今回その新しくなったこのプレモルはさらに何て言うんでしょう僕はプレモルの好きなところって やっぱり何とも言えないコク飲み応えといいますかそこが好きだったんですけどもそこがさらに良くなっていてかつなんかこう爽快感というかシャープな感じっていうのもまた際立っていてなんかこう飲み応えとなんかこう爽快感が合わさって本当にさらに美味しくなってるなと思いました。いいや、やあのねとはいえやっぱりこう 毎日ね生活していますとやっぱりこういろんなお金もかかりますいろんな値段もね物価も上がっている中で,そう,で、ね、そう考えるとやっぱり本当に週末にぐらいは贅沢なビールを飲もうっていう気持ちは非常によく分かって。 週末の贅沢プレミアムモルツっていうのもなんかこうぴったりだなと思いますねそれぐらいなんかこう贅沢な気持ちになるビールに仕上がってると思いますなるほどありがとうございますそして今手に取っていただいていますが缶のデザインも一新されているということで,で、ね、ご覧になっていかがですかこれあのいやパッと見なんかこうあそんなに大きくは変わってないんじゃないのと思う方もいらっしゃるかもしれませんけどこの このこの青のラインとかですね、こういろいろ変わってるんです。ここはですねむ、む昔はこうまっすぐだったの、かそこがこう斜めのラインに入ってます。はい。この斜めのラインがどうですか、こう傾けたくなるは<っ>。あ、ね。なるほど。そうなんです。もうだからね、あの必然的にコロもそこ,れを持つとこ傾けたくなるんですよ。あの傾けるときそのお顔なんですね、高骨な。そうですそうです。もうもうコロ見たらもう必然ともう。 傾けたくなるんですよ。飲みたくなる。はい。さらにですね、このリングプールがこう青くなってます。ええ、お、プルタブのところですか、ね。ええこ、ここですね。このプルタブのところがこ青くなってますが。これはね、もう誰だってプシュっとしたくなります。誰だってですよね。だから,だからあの気をつけなきゃいけないのはもうお店でやっちゃダメですよ。もうついついというところで。手に取ってすぐ行きたくなりますよ。これだけ青くされたら。<laughs> はい。もうこれがやっぱりね、持って シュッと行きたくなるそしてこのラインを見てこう傾けたくなるわけですから誰もが誰もがそうなりますよねですからもう本当にいやよく考えられたデザインだなとう、うん、人間のなんていう真相を心理に訴えかけるといいますか、はい、素晴らしいと思います。ね